上別剛は、徳島県阿南市出身の元プロ野球選手。引退後は、実業家として、うどん店を経営している。小学校2年生の頃に野球を始め、小学校5年生の頃から当主を務める。阿南市立阿南第二中学校では、南式野球部に所属した。徳島県立阿南工業高等学校では当初は、伸び悩んでいたものの、 二年の秋より練習に打ち込んだ成果もあり、三年の春には休息がアップしていたという。しかし、スカウトの間では野手としての評価が高かった。1999年度ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから5位指名を受けて入団。時速1 5 0トル近いストレートが持ち味であったものの、投手としては2年間一軍での登板がなければ、 野手転校となる条件付きであった。2000年の最終戦であった、ヤクルト戦で一軍初登板発先発。ドラフト制以降、巨人の高卒ルーキーの先発デビューは34年ぶりだった。しかし、プロの洗礼を受けて3回3失点で敗戦投手となった。2001年は、オープン戦で高騰し、1987年の桑田 マスミ以来となる重大投手での開幕一軍入りを果たし、中継ぎ要員として1軍に帯同し、開幕から13イニング無失点を記録する。岡島秀樹に代わり抑えを務めることもあった。4月3日のヤクルト戦では、6回から登板して4回を無失点に抑え初セーブを記録。巨人の重大投手のセーブは、球団史上初。 最終的に防御率4.02と安定感を書いたものの46試合に登板して7勝8敗、6セーブを挙げた。順風満帆と言えるシーズンであったが、この年の夏頃から肩を痛めていた。2002年は、急速が落ち気味で、フォークに頼る投球スタイルとなったが、中継ぎとして47試合に登板し、防御率3.16と安定感のある投球を見せ、 チームのリーグ優勝と日本一に貢献。引退後の雑誌のインタビューでボールは走っていなかったが相手打者が前年のタイミングで打ってくるから抑えられたと話している。2003年からは前述の肩の痛みが悪化し低迷。この年は9試合しか登板できず防御率も2桁になってしまった。2004年も故障の影響で4試合の登板に終わった。 2005年は、開幕からチームが低迷するものの故障続きで4試合しか、登板できなかった。シーズン終了後に、戦力外通告を受け、トライアウトを受験したが、獲得球団はなく、24歳で現役を引退。サムキうどん、ジョーベサムキうどん、ジョーベの店内にある、長島茂雄の再イン引退後、同郷の先輩の水野勝人から、 宮崎県内にあるうどん店で働いてみないかと声をかけられたのがきっかけで飲食業の世界に入る。飲食業に興味を持っていたこともあり2006年2月に宮崎へ行き、そこでうどん作りの魅力を感じて独立開業という目標を持つ。その後、うどん店経営のノウハウを学びたいと、さぬきうどんの本場の香川県で修行先を探し、高松市で 創業60年と伝統のあるうどんや、うどんの中にしで、当時未入籍だった夫人と1年半の間修行した。2007年に正式に結婚。同年6月5日の、たまっち。9月13日の、波乱番上ドキュメント俺たちは、プロ野球選手だった。9月27日の、ズームイン。スーパーで修行中の様子が放送された。2008年4月14日。 妻の実家が近い埼玉県富士見野市の東武東上線上福岡駅近くにうどん店さぬきうどん上部を開店。のれんに描かれた上部の文字は巨人時代の監督だった長島茂雄が左手で書いた色紙の文字を染め抜いたものである。店舗オープン後は各メディアから店主としても取材を受けている。ありがとうございます。